見て、ルビーが一人で衣装デザインを。うん、今回はルビーちゃんのネックレスのお披露目公演なわけだし、衣装もルビーちゃんのイメージするものを着てみたいなって思ったんだよね。だから衣装や小物全部ルビーちゃんプロデュースのライブにしてみない？ルビーがプロデュース、私はいいと思うな。今回みんなルビーちゃんの素敵なネックレスから曲や歌詞を思いついてるし、衣装ってパフォーマンスの世界観を決める重要なものだから、今回はルビーちゃんにお願いしたい。責任重大すぎるよ。あら、そういうことならヨハネが代わってあげるわ。漆黒のドレスにネックレスをつけ、堕天使の姫君の舞踏会をイメージして。堕天使の姫君に純白のネックレスはイメージがだいぶ違うと思うけど。例えばの話よ。ルビー、私はルビーがプロデュースした世界観のライブやってみたいですわ。私も。もちろん衣装作りの作業とかはみんなでサポートするし、やってみない？マリー、みんなと同じ気持ちよ。マル、ルビーちゃんがあのネックレスを作るのにどれだけいろいろ考えていたか知ってるずら。だからこそマルもあのネックレスが最大限に魅力的になる衣装を見てみたいずら。花丸ちゃん。